本日のお昼はマクドナルドでお持ち帰りで買ってきました。なぜかというとチキンタツタが出たということで、好きだということで、そして2種類チキンタツタ明太チーズ、そして一口タツタ、これが640円ですね。1つ1セット、コーラも2個ね、この2個 で1セット、 M サイズ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 で、でこれをお昼のランチで食べていきたいと思います。まあ、チキンタツタはね、今まで通りあるんですけど、最後明太チーズの感想だけは言いたいと思います。でそれではいただきまーす。食べるとこだけでーす。まずはポテトから。うん、うん、もう冷めちゃった、ぬちゃぬちゃして。このポテトの食べ方、行儀悪いですけど、途中ですけど、こう、口にあって、こう食べる。これ昔からこの食べ方、これじゃないと、なんか、一個一個食べると、食べた気がしないんで。二個目のポテト。
たつった。ちっちゃい。いただきます。うん。5個入ってる。じゃん、明太きつー、あー明太子が入ってんじゃないんだ、明太クリームが入って、さすがそうですよね、チーズが入って、あー、じゃないですか、チキンタツタ、味はどうでしょう。コーラ終わっちゃったから、こんな感じ、明太チーズ大割り、うん。
コーラうまいな。はい、じゃあ感想。チキンタツタ、チキンタツタ明太チーズ、なんか昔に比べて キャベツの量が少なくなったなんかそんなにして、特に明太チーズ、キャベツ少ないですね。それで明太のこのソースがちょっとくどい感じがします、はっきり言って。うん、なんていうのかな、これ、なんていうんだろう、生姜？チキンタツタ、生姜かな。うん、生姜の香りが、なんかこっちはすごい純粋に感じて、うん、こっち、なんか食べてたの、なんだろうな、うん、私的にはもうこっちですね、完全、純粋な方。うん。これはちょっと私としてはタラコ嫌いじゃないんですけど、明太子嫌いじゃないんですけど、なんかちょっと期待といまいち、あとチーズが入っててもなんかチーズの味もしないし、なんか明太のソースの方が強くて、なんかそのソースの味だけで、本来のチキンタッタの味がなかったです。残念ですね。私はこれは純粋に好きですね。あとこれ一口チキンタッタ、これを意外と美味しかったです。生姜の味が効いてて、まあ普通の人だったら1個と、まあこれで十分ですね。まあすごいお腹のおっちゃんの場合はちょっとね、やっぱりこの2人前を食べてもちょっと足らない、まだ足らないぐらいなんで、いやーだからね、その後は何を食べるかっていうんだけど、まあここはまあ3時のおやつも食べるということで、これぐらいにしとこうかなっていうのを今ちょっと思ってます。じゃあ本日はチキンタツタ明太子、そのチキンタツタ、そして一口チキンタツタ、これを食べました。どうもごちそうさまでした。